さ、片手でひょいですもんね、やっぱり。ゆきっぱなじゃなくて、導ってんじゃねえよって言われるんですよ。そういう流行りのワードなんですか、最近の JB トップで。お前、導ってんのみたいな。先輩プロ、導ってんじゃねえよ、ね、言われないから。バッテリー持って帰るんで下ろしますよ。これまだ亀山で使うんで。おちゃみたいに軽いです。指で持ってますね。指で持てますね。ほら持ってみます。軽っ。80アンペア。これ12ボルト。軽い。今実際、はい、HDS の12を2枚と、はい、なんだっけ、あれ360度のハンドカード、はい、エリックさんの10、はい、それから、1022っていうガーミンの、はい、あれライブスコープ、はい、を4台1日使ってなくなったことないっす。はこれでその映像関係というか魚探関係意識をプラス、パワーポールと、はい、あとはここにGoPro 立ててるときは GoPro も回してます。へぇ、困ったことは一度もないです。本当に一度もないです。はい、こっちが 36V で、本来だったら、12V のバッテリー3台を直結して使ってるフロントの 36V のエレキ、これをですね、今この1台でやってます。これはまあ、ここでも 17kg、まあ、ちょっと重たいけど、本来だったら本当は3つ分なんで。そうですよね。はい、3つ分だったら本来22キロのやつの3つだから66キロあるものがこれ1個で17キロ。17キロ、これバッテリー3つ分です。はぁ、そんな直カルなバッテリーです。ちょっと小森さん、これやっぱり詳しくちょっと教えてもらいたいんですけど。詳しくですか。そうですね、まあ僕も詳しく語れるんですけど、まあ販売店ケンさんもすぐ近くなんで、ケンさんで聞いてみましょう。あの詳しく教えてくれます。お疲れ様です。お疲れ様です。プロショップケースまでリチウムイオン電池について聞きに来てみました、はい、ありがとうございます。プロショップケースの秋月と申します。リチウム担当の秋月です。お願いします。ご質問があればお答えさせてもらうんですけど、はい、まずうちのリチウムバッテリー、はい、TB というバッテリーを採用させてもらってます、はい、でとにかく僕たちのは安全っていうのを、一番、大事な目的として作ってまして、まあ、バーン爆発したりとかそういうのが基本的にないというような、はい、リン酸鉄っていう仕組みのやつを使わさせてもらってます、はい、で今までの鉛バッテリーというどこが違うんですかって言われるんですけど、まあ、一つ一番大きいのはこの軽さなんですね。まあ、鉛バッテリーの同等とするのは、はい、12V の 60 アンペアっていうモデルになります、はい、これ持ってもらうと分かるんですけど 8.5 キロ ものすごい軽い軽い。鉛バッテリーでいったら24キロぐらいありますから、はい、その差はもう歴然に変わるというのが、はい、まあ、一つの最大のメリットになりますね。はい、はい、で安全っていうところなんです。安全、はい、これが一番。その今までこれとは全然リチビーとは違うと思うんですけど、はい、危ないって言われてた要素ってのはどういう時に危なくなってくるものなんですか。そうですね、この中には、はい、実は電池のようなセルっていうものがたくさんこうやって入ってるんで、はい、でそのセルが電池の、まあ、大元になってまして、はい、そこに BMS っていうここに基板が入ってます、はい、でその基板がこの電池を管理してるんですけど、はい、このセルがいろんな種類があるんですね、はい、リチウムバッテリーってもいろんな種類がある中で私たちは熱を持ちにくいというものを使っておりまして、この例えばこのセルに釘をドンと刺したとしてもバーン爆発したりしないような最もそのリチウムバッテリーの中では安全というものを採用しました、はい、だからどうしても使っていくうちに、うん、イレギュラーな電気が流れたりして、危険が伴ってしまうということがあると想定をしてしまうと危ないので、うん、はい、それがないようにっていう、とにかく安全第一っていうところで、はい、設計したモデルですね、はいはい、で初見で一番最初気になったのが、普通鉛バッテリー使ってたら12、12、24、12、12、12、36とかにしてたじゃないですか。これが1個ごとに変わって、そんで容量でこれってこんだけ種類があるの。そうなんです、私たちのは12ボルト
のシリーズがいろんな種類がありまして、はい、アンペア数、容量に応じていろんなタイプがございます、はい、また 24V になると、はい、例えば鉛バッテリーみたいに 12V を2つ買って、はい、でプラスとマイナスをつないで、はい、24V で使うということは私たちのやつはできないんですね、はい、24V っていう専用のやつを買っていただきます、はい、24V になると例えばこれが 24V の設計になってます。1つのバッテリーで 24V なので、はい、プラスとマイナスをつないでもらうだけで 24V の液が使えるようになると。また 36V っていうモデルもありますので、はい、36V のバッテリーをつないでもらうと 36V 使える。あとはどの容量を選ぶかでサイズが変わってくるってことですね、はい、どれぐらい使うかっていう容量になってますね。ちなみに、はい、千葉のダム湖で朝、はい、まあ6時から夕方の4時ぐらいまで1日釣りするってなるとおすすめはどこら辺の容量になってる？そうですね、例えば 12V、24V でいくと、はい、スタンダードモデルと位置づけてるのは 12V、60A、60A、はい、24V でも 60A っていうモデルが基本的にはスタンダードになってくるんですね、はい、このモデルは私たちのバッテリーの中では一番真ん中のサイズになります、はい、もうちょっとちっちゃくて軽いモデルもあるし、もうちょっと大きいモデルもあるので、はいはい、千葉県房総の、ダム周りだと結構こう湖が大きいエリアがあるので、はいはい、結構いろんなところ行くっていう方が多いので、はいはい、80A って一番 24V、12V の中では大きいやつを買われる方が多いかもしれないですね。なるほどな。ちなみに、はい、まあ、そういったエレキレイクで運用する場合の注意点とか。そうですね、注意点としてはリチウムバッテリーの特性的に携帯電話と一緒でもう使えるか使えないかというのが電池の使い方になるんですね、はい、鉛バッテリーみたいに使っていくうちにどんどんスピードが遅くなって、あ、弱くなってきたなっていう感覚はほぼないと思います。もう最初から最後までほぼ変わらず使えるんですけど、バッテリーが使えなくなっちゃうと一気に動かなくなっちゃいます。スマホで言ったら電源がつかなくなっちゃうと同じですね。 iPhone とか使い切ったらそう一気に落ちます ね、 すね、弱ってる時間とかないですから ね、 ねちょっとバックライトが薄くなってきたなとかってもないと思うんですよ ね、 ないですね、はい、それと同じで動くか動かないかになってますので、動かなくなっちゃうまで使うともう完全に動かなくて帰れなくなっちゃうので、そこは一つ注意点としてはあると思うんですね、はい。で小森さんに教えてもらったのが、はい、その容量を見るインジケーターみたいなのが最近は用意されてきたっていうことですね。そうですね、一般的な鉛バッテリーですと序端で電圧を測ったりっていうのがあると思うんですけど、はいはい、リチウムバッテリーの場合はほとんど電圧効果がないので、うん、序端ではわからないんですね。あ、そのために専門の、メーターっていうのを、はい、別売りなんですけど、ここを見ていただいて、はい、そちらの方であとどれぐらい残ってるなっていうのを確認していただきながら、うん、レンタルボートでのみでの運用だとそこら辺待つとで一緒に購入が良くなってきそうですね。お値段帯って大体今そうですね、いろんなタイプがあるんですが、値段の方は 12V、スタンダードのタイプ 12V 60A で 83,000 円になります、はいはい、12V 60A ですね、はい、もうちょっと大きいのがいいよっていうと 118,000 円、はい、もっとちっちゃくてもいいぞとなると 12V 40A ってこんなちっちゃいバッテリーなんですけど、はいはい、こちらだと 63,000 円っていう感じ。ここら辺はこれ1台で例えば魚群探知機とかそういったやつを意識やらせるのとかにはいい感じですか？そうですね、魚探専用で使うっていう方も、はい、結構多くいらっしゃるので、はい、そういう方にもおすすめになります。最近本当ガーミンとか高電力が必要な魚群探知機とか増えてきてますからね、はい、こういうの積んどけば安心かもっていう。そうですね、はい、24V になってくるとスタンダードの 24V の 60A と、はい、一番モデルでいくと 163,000 円、はい、36V のスタンダードで 40A というのでいくと18万円という感じになります、はいはい、一応今のところのまだ具体的なところはあれかもしれないですけど、はい、何回ぐらい調光を使えるっていう、ね、これは非常に難しいところはあるんですけども、はいはい、この製作をしている中で、研究者さんと一緒に研究しながらこれを作ったんですが、はい、バッテリーサイクルとして2000回使えると。2000回ほどは、ね、はい、鉛バッテリーはおおむね400回程度でダメになっちゃうよということなので、はいはい、まあ、5倍ぐらい使えるという形になるんですね、はい、うん、そうなってくると鉛バッテリーが大体2年ぐらいでダメになっちゃうと仮定するとですよ、はい、10年使えるという、そういうことですね、計算にはなるんですけど、うん、まあ、今のところ販売してから私たちも、
一番最初に販売する前からテストをしたり期間も含めて、はい、まだ3年半ぐらいなので、はい、実際10年使った方はいらっしゃらないんですよね、はい、なんで、まあ、ちょっと分かんないのでデータ上っていうのはデータ上はそれぐらいはいけるであろうっていう、はい、あとは、はい、その注意すべき点だと思うんですけど、はい、雨天時の対応とかそこら辺の、はい、もし今運用してみてこういうのでうまいことやってるよとかなんか事例があれば、ね、リチウムバッテリーは特に雨が弱いんですね、まあ、水が弱いと水が一番注意しなきゃいけない弱点というのもありましてもちろんこのケースの中には防水処理というのはしているので防滴加工というのはしてありますただどうしても大雨が降っちゃうとこの中水の中にドボンってつけちゃったりすると水が浸水してしまうということは十分考えられます、うんうん、でもし水が入ってしまったら、うんうん、この中に入っている基板、はい、そこに水をたそこまで水が足してしまうと、はい、基板が壊れてしまう可能性があるんですね、はいでそうなってくるとバッテリーをコントロールしている基板が壊れてしまうのでバッテリーとしての効果はなくなってしまいます、まあ、爆発するとかそういうことじゃなくて、ね、基板が壊れることによって、はい、バッテリーとしての操作ができなくなっちゃうできなくなってしまうんですねそうなってくるとバッテリーの修理が必要になってきてしまうんですね、はいでまあ、基板の交換というのは、まあ、著しく損傷が激しい場合にはできないんですが、はい、基本的には、BMS そのバッテリーのコンピューターの交換というのはできるのであ、まあ、修理が必要になってきてしまうんですけども、うん、どうしても水というのはそれだけ弱いので、うん、コンピューターを守る意味で、うん雨の時は注意してもらうとで買ってもらった皆さんに、はいカバーがついてます、はい、ちょっと今ここにごめんなさいないんですけども、はい帽子みたいなカバーがついているので、はい、それをかぶせていただいて釣りに、雨の時は使用していただくようにしてもらうと一番いいと思います、はい、あとはちょうどいいサイズの RV ケースとか改造して何か作るとか、ね、はい皆さんご相談いただいてて真っ赤に入れていただいたりとか、はい、専用のなんかそういうトレーに入れていただいたりだとかあ水に出ないように、はい、していただいているのはいいと思いますよね当てたばっかりなんでまあゆくゆく先々に考えればそういった便利なオプションパーツもサードパーティーとかで出てくるかもしれない、はいそうですね、今私たちの販売でもボックス型っていうので、まあ、軸テープでバリッと止めて、こう持ち運びができる防水ケースなんかも販売していますので、はい、ちょっと気になる方はそちらのご用意いただければ、はい、いただければ雨は心配ないかなと思いますああもうだいぶ気になるところが具体的に聞けちゃったんでいよいよ購入に向けてなんか舵を取っていきたいと思います、はい、すいません今日はありがとうございますありがとうございます、はい、気になることがあったらプロショップケーズまで来ればはいよろしくお願いいたしますありがとうございます